栄冠ナインクロスロード。ついに来たわよ。ついに来たな。それじゃあ今日は世界の栄冠の感想を話しましょうか。それ以外に話すことはないレベルなんだぜ。何から話すかは難しいけど、とりあえず専用ギミック留学生アイコンについて。遠征や合宿には持ち込めなかったんだぜ。遠征中にさらに効率アップみたいなことはできないのね。残念ながらできないぜ。代表期間中は全部の留学生アイコンが出現するみたいだぜ。複数の留学生アイコンで練習効果をマシマシにできるわね。練習アイコンも強いから経験値が大量だぜ。ゲームの難易度はどうかしら？スーパークラスに比べると明らかに下がってるぜ。この画像は春の甲子園決勝だが、試合指示の必要すらないレベルだ。ハイノーマルと同じぐらいかしら？覚えてないが多分同じぐらいだと思う。スーパークラスは本当にしんどいからこれはとても助かるぜ。最初のうちは地獄よね。ある程度埋まっても地獄だぜ。成長版素材は、ワールド成長版用の青の地球儀が追加。レベル4素材ももらえるわね。もらえる数も減ってたりはしないと思うんだぜ。ということは、通常モードでスーパークラス周回の必要はないのかしら。基本的には世界の栄冠をプレイでいいと思うが、スーパークラスの目標は、世界の栄冠モードでは達成されないぜ。つまりこの春夏連覇と、チーム総合力目標、甲子園出場、パネル40個。これはモード関係なく達成できそうだけどな。春夏連覇以外の条件はすでに達成していて、検証のしようがないのよね。世界の栄冠モードでは春夏連覇してるから、モードが違う目標は達成できない、という前提でいいとは思うんだぜ。もらえる素材はスーパークラスのものだから、スーパークラスまで上げて、世界の栄冠で素材を集めて、成長版を埋める。そんな感じがいいのかしら？うちの箱庭の環境がスーパークラスなので、ノーマルからハイノーマルではどんな感じかはわからないが、クラスを上げたら世界の栄冠、素材を集めて埋めたらクラスを上げに行く。そんな感じでいいんじゃないだろうか。少なくとも、この4つの目標の内側が埋まるまでは、世界の栄冠をおすすめしたい。ハイノーマルが突破できるなら、多分世界の栄冠でも勝てるわね。さらに、ワールド成長版の効果も乗るから明らかに能力が伸びる。勝てば勝つほど試合数も増えるしね。これは世界の栄冠最初の年の世界大会決勝なんだが、2年目以降は圧勝できるぐらいまで選手が成長した。代表チームの戦力ってどういう基準で決まるのかしら？まだちょっとしかやってないから詳しいことは言えないが、自チームから選ばれた代表選手と同レベルの総合力の選手ばっかりだったぜ。1年目で稼いだ経験値で次の年の選手の能力が伸びるから、1万9000ぐらいの総合力が2年目は2万3000ぐらいまで伸びたぜ。4000も伸びたのはやばいわね。自チームが強くなれば代表も強くなる。その好循環が生まれれば、このスーパークラス最後のハードル、春夏連覇もできると思うんだぜ。普通にやってるとできる気がしないのよね。うちの監督では運頼みなんだぜ。こんだけ埋まってるのに連覇できそうになかったものね。多分うちの監督は下手なんだぜ。そういう人への救済措置的な側面もあるのかしら？少なくともスーパークラスとハイノーマルの間を繋いではいると思う。それじゃあ期間が長いのも助かるわね。クラスアップも自動じゃなくなったから、始めるにはいいタイミングだと思う。もちろん復帰するのにもな。世界の栄冠が終わった後はどうなるのかしらね。世界の栄冠はめっちゃ青をしてるから、イメージカラーが赤の振動度開始、とかになるんじゃないか？パワプロアプリみたいにいろんなシナリオが来たら面白いわね。スーパークラスの次が来る可能性もあるな。新ロードでクッション挟んでくれるならそれも望むところだわ。個人的には今回のアップデでかなり遊びやすくなったと思う。ハイノーマル埋まってないのにスーパークラスに上げられた人たちが阿鼻叫喚だったものね。新規に厳しいゲームだったんだぜ。初日組でも悲鳴上がってたから、新規に、も、厳しいゲームだったわ。こういう感じで調整してくれるなら、個人的には運営への信頼度アップ。青マスイベントね。グッドイベントだぜ。それじゃあ。
今回は。この辺で、あとは監督に頼むんだぜ。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければ、お願いします。またねー。